1年目の時とか2年目こうすごく苦しい思いをしたので、あのピッチから見る光景っていうのはすごく感慨深いものがあったなと思います。まあ、やっぱりいいところだなと思いましたし、入団した時に あそこに立ちたいっていう気持ちを持って入ってきたので、まあ時間はかかりましたけど、その目標はしっかり果たせましたけど、まあそれが全てじゃないし、結果出さないといけないと思っているので、まあ、もっとやっていきたいなと思います。あ、ゆっくり上してきて、ボール越えたら正面スイング、6回6回ボールから、はい、準備です。はい。ボランチの、はい、また。はい、6回終わったら、はい、ボール越えたら、はい、まあ、もっと、試合をやっていけば、コンディションも上がってくると思いますし、あそこで、あの時間帯でも結果を出さないといけないと思うので、どんな時間であれ、一生懸命、結果を残しに行きたいなと思います。チームとして引き分けで良かったとは思ってませんし、本当にああいうゲームを勝たなきゃ上に行けないと思うので、より引き締まってというか、みんなの意思統一ができたのかなと思います。次ルヴァンということで、チャンスが来るかもしれない、はい、意気込みとしてはどうですか。まあ、やっぱり本当に試合に出るためにここまでしっかり準備してくれて、まあ、与えられたチャンスで結果を出すイメージができるので、まあ、本当に名古屋クラブは最低強いですけど、まあ、しっかり自分のプレーを出して勝てるようにしっかり準備してきます。はい、次ルヴァンを迎えますけど、はい、まあ、どういう意気込みで。そうですね、まあ、前の試合で自分は特に何もしてないので、次のルヴァンには、まあ、自分の特徴を出して、まあ、チーム全体として、いい結果をで終われたらいいなと思います。まあ、若い選手も多いですし、僕たちが盛り上げていけば、いいチームになっていけるんじゃないかなと思うので、引っ張っていけるように頑張りたいです。ルヴァンカップも、タイトル取るためにすごく、大事なので、一つ一つまずリーグ突破に向けて、一発目なんでしっかり、勝ち点差持って帰ってこれるように、頑張りたいと思います。いろんな思いを持って帰ってきたので、その、皆さんに少しでも恩返しできるように、また自分が少しでも上に行けるように、やっていきたいなと思います。ルヴァンカップも、一つ一つ一生懸命戦って必ず、タイトル獲得に向けてやっていきたいと思います。応援よろしくお願いします。